読売テレビのアナウンサー清水健さんの奥さんが乳がんにより亡くなっていたことが分かった。2人が結婚したのは2013年5月のこと。昨年には第1子の長男が誕生していた。清水健さんは次のようにコメントを発表している。今月2日から乳がんと戦っていた妻の付き添い看護のため出演を休ませていただいてましたが、11日未明妻が永眠しました。付き添い看護という素敵なお時間を頂戴した自身のわがままを深くお詫び申し上げますとともに、温かく見守っていただいた視聴者の皆様